180。全然優しくない。リカバリーとは書きながらも優しくない。そうですね。この辺があの皆さん自分で持ってきたあのクラブの場所なので、そうあの自分の場所わからなくて、売り物と一緒になっちゃうと売られちゃうから。売られちゃう。自分でやんない方がいい。気をつけてください。そこ境目で。あ、自分でやんない方。自分でやんない方がいい。今ちょっとイメージはセビケンさんイメージで。はいはい。初老になったぐらいのイメージの方がいい。ガツッと振りに行かない方がいい。多分ね。おー、すげえ。3セットぐらいは、うん、こういっちゃダメだね。ダメ。あ、こういっちゃうと逆に上がんない。上がんない。重さでもそのままスイープにこういく感じの方が楽だわ、はい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 、だからリカバリーっちゃリカバリーかもしれない。うーん、で頭重いからラフとかでも手前から手前行ったって滑ってそのままバッとバッと持っていけそうな感じもありますね。はいはいはい。これの方がいいわ、重さでいった方が。重さでちょっとこう、左が全然わかんない。うん。そう。いやでも疲れるわ、やっぱ重いから。最近パーシモンやってるじゃないですか。はい、とにかく疲れるの。とにかく疲れるの。7番。短く見えたけど。あ、はい、です。なんか顔つき違くね。ここのこのなんかここが黒く見えるからインサートが違く見えるんだね。あ、まあそんな別に違いが特に違うってわけじゃないんだけど、でもここの出品者さんは全部綺麗だった。ああ、あの川名もめちゃめちゃ綺麗。そうですよ。あ、これはね。必ずあれ出るね、一発目。なんだろうね。頑張っちゃダメなんだよな。これが昭和のバージョンの打ち方ですかね。こう結構バフってバフってやるぐらいの方が、うーん、でこれはソールもなんかニュルっといくから、はあはあ、今のやつだと逆に私の軽やなんかも特にそうなんだけど、しなるから遅れてくるから自分で上がんないような動きをしようとするんですよ、はあはあ、こうやってってね。そうするとみんなヒールに当たる。これ結構チョンでも、うん、慣れれば、うん、慣れれば、あの練習しててもやっぱ最後の方見てんもんね、ここの普通のここはすごいから、フォロー取らないように打つようになってからぐらいからちょっとこう、ね、合うようになってますかね。本当になんかショートアイアンピッチングとか9番でちょっとこうこうやってライン出すみたいな、はい、めちゃめちゃいいじゃん。はい、ちょっと長いのでそこだけ気をつけて260、やっぱ10番打ってより全然ダブル。10番打って上にしか行かない。上にしか行かない。これはいいっすよ。これはエースセッティングに入れるべき。じゃあ、あの
石橋石橋金川支部だから間違えちゃった。じゃあパワートルネードと入れ替えですかね。いやこれハイボールパワーアイアンの並びでいってバッチリ、はいはい、同じ打ち方でいい、うん、すごくいい、うん、ただこんぐらいで使った方が構いやすいよ、ね、そうです、そう、そうなんですよ。こういうものがあと、もうすごい音してる、はい、音がドンって3セットぐらいだから昔からあるんだよ、そうですよ ね、 ううね、普通にめちゃめちゃいいですよ。かうん、よかった、これ視聴者さんが落札してて、うん、いということで視聴者さん石橋さんと、競り合ったリカバリーの検証でした。